東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長に就任した橋本聖子氏は一旦は辞退した大会ボランティアや聖火ランナーも改めて希望すれば大会に参加できるようにすると話しましまた。もう一度、東京2020のこの大会の一役を担っていただけるということでありましたらぜひまたボランティアとして参加をしていただけるように。 その準備もしっかりと整えていきたいと。組織委員会によりますと、森前会長の出現以降、大会ボランティア740人と聖火ランナー4人が参加を辞退しています。橋本会長は記者会見で、辞退した人も改めて希望すれば参加できるようにすると話しました。これまで組織委員会は一度辞退した人は参加できないとしていました。